どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日はですね、 ANA マイルを使った世界一周の特典航空券解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで ANA マイルをね使った世界一周の特典航空券って発券できることを皆さん知っておりますかね。まあ私の動画でねなかなか取り扱ったことはねないんですけども、こちらね利用できる方であればですね、非常にお得にですねこの世界一周っていうのは利用することができるんですよね。ちょっとね日程的にね厳しい方もね結構いらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、一応ね一つの手段としてですね、せっかくね ANA マイルね貯められている方であればですね、結構ねお得にね利用することができるっていう風になりますし、まあいろんなところね行けるっていう風になりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずこの ANA マイルをね使った世界一周のね特典航空券なんですけども、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、 ANA はですねスターアライアンスに所属しておりますので、まあこの世界一周旅行の発券っていうのは、まあ ANA マイルを使ったスターアライアンスの世界一周のね航空券を ANA マイルで発券するっていった形になるんですよね。で、公式サイトもね一応ちゃんと用意されておりまして、まあ見たことねある方いらっしゃるかと思うんですけども、こういった形になっておりまして、スターアライアンス世界一周ということで、まあ対象便はスターアライアンス加盟の航空会社が利用できるっていう風になっておりまして、世界一周の航空券にはですねルールがねあるっていう風になっておりまして、ここにね旅程ということでザザッとね書いてあると思うんですけども、まあちょっとね読み上げちゃいますけども、全旅程の距離括弧区間基本マイレージの合計、地上交通機関の移動はマイルとして認めません括弧として、それに応じて必要マイル数を算出しますということで、まず一つ目にですね、このスターアライアンスの航空券っていうのは全部の旅程をですねマイルで計算して、その距離に応じて必要マイル数がね決まっているっていう風になるんですよね。ですので距離がね伸びれば伸びるほどこの必要マイル数がね増えていくっていう風になるんですよね。で、この地上区間のね移動はマイルとして計算いたしませんっていうのはどういう意味かというと、まあ仮にですねニューヨークからロサンゼルスにね行って、ロサンゼルスから日本に帰っていきたいみたいな、まあそういった時にニューヨークからこのロサンゼルスのところはですね、ちょっと電車で移動したいとか、バスで移動したいとか、ちょっと歩きたいとか、ヒッチハイクみたいなね、まあ理由は何でもいいんですけども、この世界一周の航空券に含めないでですねこの区間を移動したとしますよね。その場合はこの距離にね含めないっていうのが、このね地上区間は移動マイルとして含めませんっていう意味なんですよね。まあこういった形になっておりますので、距離が伸びれば伸びるほど必要マイル数が増えますので、まあここの区間はね別で手配した方が、まあ、必要マイル数下げれるから節約するみたいな、まあそういったことがね、利用することができます。で、次にですね、太平洋と大西洋、一回ずつ飛行機を利用して横断する必要があるっていった形になります。まあこれはね、もう見ていただければね、わかる通りなんですけども、大西洋と太平洋ですね、こちら一回ずつ飛行機でね、横断する必要があります。で、ルートはですね、東回りもしくは西回りしか利用できないということで、まあ地球儀ね、見ていただければわかる通り、まあ右回りで世界一周するか、左回りで世界一周するかということで、まあ途中でね、逆回りみたいなことはできないっていった形になります。で、次ですね、出発地と帰着地の間で最大8回の途中降機が可能ですということで、途中降機っていうのは、ストップオーバーとかも言われてるんですけども、経由地でですね、24時間以上滞在するのがストップオーバーっていう風になるんですよね。まあ私の動画で言うと、2019年のダイヤモンド収容の時とかまさにこれめちゃくちゃ利用してたんですけども、まあ世界一周ではないですけどもね、クアラルンプールから東京乗り継いでニューヨーク。で、それを往復みたいな感じで、ダイヤモンド仕様のね、ルートで入れてたんですけども、このクアラルンプールから東京乗り継いでニューヨークに行くわけなんですけども、東京からクアラルンプール、こちら4月に利用したとしますよね。で、東京からニューヨークを6月に利用するみたいな感じで、24時間以上ね、滞在する。これがストップオーバー途中降機っていう風に言われてるんですよね。これがこの世界一周の旅程の中で最大8回ね、利用することができるっていう風になっておりまして、で欧州ではですねこの途中降機が3回ね利用することができて、日本国内では4回ね利用することができます。まあ日本でねこの途中降機を利用する人は、まあ、なかなかいないと思うんですけども、一応ねこういったルールになります。
で次ですね、出発国に戻る最後の国際線搭乗は最初の国際線搭乗から10日目以降になりますということで、まあこちらね例が書いてあるんで、まあこちら見ていただければわかると思うんですけども、まあ10月1日にね出発したとするとですね、帰ってくるのは10月の11日以降ということで、10日間はですね行ってきてくださいっていうルールになってるんですよね。ここはねちょっとね難しいかなっていうふうになっておりまして、まあ必然的にですね10日間以上の休みがないとですね、こちらね連続してこの世界一周はね利用することができないっていう風になりますんで、会社員の方々ですね、こちらがハードルになるかなっていう風に思います。で次ですね、旅程は最大12区間に加えて最大4日間の地上移動、同じ年で異なる空港間移動が可能ですということで、まあ、先ほどね地上区間のね移動の話をしましたけども、こちらもですね最大ね4区間まで利用することができるっていう風になりますんで、まあこれねめちゃくちゃ利用することができるわけではなくてですね、12区間のフライトの中で最大ね4回この地上移動をね利用することができます。こういった形でねルールが決まっているっていう風になっておりまして、その下に行くとですね世界一周のルート例ということで、こういった形でね書いてあります。出発はね成田空港からニューヨーク、ニューヨークからフランクフルト、フランクフルトからシンガポール、シンガポールから成田ということで、まあこれでね世界一周っていう感じになりますよね。まあこのルートはですね非常に簡単で簡潔でいいかなと思うんですけども、まあこれがね、あの例で出てるんですけども、これでね、必要マイル数ね、どのぐらいになるかっていう話なんですけども、こういったね、簡潔なルートでもですね、日本発着となるとですね、結構マイル、この距離のマイル数ですね、稼がれてしまうっていう風になっておりまして、こういった感じのね、非常に簡潔なルートであってもですね、これね、距離にすると、2万ちょっとぐらいになるんですよね。で、この下の方にね、見ていくと、必要マイル数がね、記載があるんですけども、2万ちょっとということで、2万から2万2000マイル。まあ、これで必要マイル数がですね、エコノミークラスで8万5000マイル、ビジネスクラスで12万5000マイル、ファーストクラスで20万マイルっていった形になるんですよね。ですので、日本発着ですごい少ないルートで組んだとしても、だいたいね1万7000から8000ぐらいにはねなってしまうかななんていうふうに思いますので、まあ一番ね少ないこの先ほどのねこのルートでも結構膨らみがねあるルートになってると思うんですけども、もっとね直線のルートにしてもですね、だいたい17万ちょっとということで、まあ必要マイル数で言うとエコノミークラスで6万5000マイル、ビジネスクラスで10万5000マイル、ファーストクラスで16万マイル。まあ、このぐらいのね、必要マイル数がかかってくるっていった形になるんですよね。でね、これを説明してて思われた方ね、多いかなと思うんですけども、このね、1万8000ぐらいまでの距離数のね、必要マイル数って、エコノミークラスで6万5000マイルなんですよ。世界一周して。まあ、これがビジネスクラスだったら10万5000マイル。まあ、ファーストクラスだったら16万マイルということで、結構ね、そこまで必要マイル数多くないなって思わないですか？私ね、これ調べた時に、こんなに必要マイル数って少ないんだと思って、これね、この世界一周旅行の必要マイル数ってすごいね、低く設定されておりまして、最低路線で組んで1万8000マイルぐらいでね、できると思うんですけども、エコノミークラス6万5000マイルなんですよ。6万5000マイルってすごいですよね。世界一周旅行して6万5000マイルですからね。ちなみに東京からニューヨークですね。こちらハイシーズンでエコノミークラスで東京、ニューヨーク往復すると、ハイシーズンだと5万5000マイルするんですよ。で、これがね、ビジネスクラスとかだと、ローシーズンで行ったとしても7万5000マイルね、必要マイル数かかるんですよね。東京からニューヨークって。ですので、本当にこの世界一周旅行っていうのは非常に少ないマイルでね設定されているっていう風になりますんで、これね ANA マイルの使い方としてはですね、かなりねお得に利用することができるっていう風になるんですよね。ですんで、クレジットカード決済だけでね、6万5千マイル貯めるっていうのは、まあ、かなり大変だと思うんですけども、まあ、有効期限もね、基本3年間っていう風になりますんで、ですけども、ポイントサイトを利用してたりとか、まあ、アメックスとかのね、キャンペーンもそうですけども、そういったので、一撃にね、たくさんのマイルね、獲得されている方であればですね、この世界一周旅行っていうのは、非常にね、利用しやすいのではないのかなっていう風に思うんですよね。それでは次にですね、この ANA マイルを使った世界一周のね、申し込み方法に関してなんですけども、まずね、申し込み方法は
電話しかね、利用することができません。ウェブでね、発券することができませんので、ANA のね、マイレージクラブのね、問い合わせ先に連絡していただいて、こちらね、発券していただくっていった形になります。で、基本的にはですね、電話で発券っていう風になりますんで、おそらくね、発券手数料はね、取られると思います。多分、ダイヤモンドメンバー以外の方はね、多分取られると思いますので、2、3000円だと思いますけども、こちらね、ご了承ください。で、このね、世界一周の特典航空券っていうのは、時期とかね、シーズンによって必要マイル数がね、変わったりしないんですよね。こちらね、ANA の公式サイトの世界一周のね、必要マイル数なんですけども、いつ発券したとしても、距離に応じたこの必要マイル数はね、一切変わらないっていう風になりますんで、まあ、お盆にやろうがね、年末年始にやろうが、このね、必要マイル数はね、時期によっては変動しないっていった形になってるんですよね。で、発券できるね、期間に関しては、第一出発区間の96時間前までに発券する必要があるっていう風になりますんで、4日前ですね。はい。こちらがね、申し込み期限っていう風になっておりまして、この世界一周旅行の発券した航空券は、発券してから1年以内がね、有効っていった形になります。ですので、まあ、世界一周はですね、まあ、こんな長い区間行く人いないと思いますけども、まあ、基本的にね、1年以内っていった形になります。またね、キャンセルは1人3000マイルでね、することができて、こちらね、オープン発券だったり、空席待ちみたいなのができないっていう風になりますんで、ANA 以外のね、提携の航空会社とかね、利用するようになると思うんですけども、空席がないとですね、こちら利用することができなくて、ANA のね、特典航空券とかだと、空席待ちが入れられて、空席が落ちてきたらね、ビジネスとかファーストとかね、まあエコノミーでもそうですけども、利用することができるようになっておりますけども、こういったね、空席待ちっていうのは一切できないっていった形になります。で、変更なんですけども、変更自体はですね、できることはできるんですけども、いくつかね、制限があるっていう風になっておりまして、日付時間は変更することができるんですけども、航空会社、搭乗者、区間、経由地、クラスはね、変更することができないっていう風になりますんで、同一のね、国内であってもですね、区間ね、変更することができないっていう風になりますんで、まあ簡単に言うとね、ニューヨークに空港ってラガーディア、JFK、ニューアークってね、あると思うんですけども、こちらもですね、変更することが別都市っていう風になりますんで、できないって言った形になりますんで、この点はね、ご注意ください。で、変更自体はですね、予約便の出発前、かつ、搭乗希望の出発の96時間前、4日前までですね、こちらね、変更することができるっていう風になっておりまして、それ以降はですね、変更ができません。またね、クラスの変更もできないんですけども、仮にですね、エコノミークラスで取った場合はですね、まあ、上位クラスに、ね、変更することはもちろんできないんですけども、これビジネスクラスとかファーストクラスとかで発券しますよね。で、ビジネスクラスが空席が取れなくてエコノミークラスになったとしますよね。で、これが変更したらビジネスクラスに空いてましたってなった場合は、こちらね、取ることができるんですよね。まあ、ファーストの時もそうですね。ビジネスに落としてファーストが変更後空いてれば利用することができるんですけども、まあ、こういった形になりますんで、この変更に関してもですね、いくつかね、制限があるっていった形になります。またね、ANA マイルで特典航空券で世界一周をね、しているっていう風になりますんで、提携の航空会社で ANA マイルでね、開放してないビジネスクラスとかファーストクラス路線ってありますよね。こういうのは世界一周旅行になったら利用できるのかっていう話なんですけども、こちらもね、利用することができません。ですので、シンガポール航空で言うと、エアバス350、エアバス380、ボーイング787-10、ボーイング777のスイートクラス、ファーストクラス、ビジネスクラス。ここら辺に関してはですね、基本的には利用することができないっていう風になりますんで、またね、スイスインターナショナルエアラインズのファーストクラスであったりですね、ここら辺も ANA マイルで発券することができないんですけども、こういった基本的に ANA マイルで取れないところは、世界一周旅行になったとしてもですね、取ることができないっていった形になります。それでは次にこの世界一周旅行ですね。まあどのぐらいのお金がかかるのかっていう話なんですけども、こちらね、必要マイル数もね、先ほど非常に低く設定されているっていう話をさせていただいたと思うんですけども、こちらね、現金で決済しようとした場合もですね、かなり抑えられたね、金額で発券することができます。
基本的にビジネスクラスはね、東京からニューヨーク行くだけで100万かかったりですね、東京からファーストクラスね、あの片道で150万かかったりね、普通にするじゃないですか。そうなんですけども、このね、世界一周旅行になるとですね、エコノミークラスでもビジネスクラスでもファーストクラスでもですね、かなり抑えられた金額でね、利用することができます。先ほどね、 ANA のね、あの公式サイトに載ってた成田、ニューヨーク、フランクフルト、シンガポールで日本成田に戻る路線ですね、こちらね、スターアランスの公式サイトでね、路線とかね、調べれるようになっておりまして、こちらで計算した、ざっくりした計算にはなりますけども、このね、ルートでエコノミークラスだと現金決済で47万5000円、ビジネスクラスだと81万4000円、ファーストクラスだと125万円ということで、おそらくここからね、燃油サーチャージ等々がね、かかってくるかなっていうふうに思いますんで、さらにね、価格は変わるわけなんですけども、サーチャージをね、差し置いたとしても、まあ、エコノミークラスがね、47万5千円するんですよね。これが、大体ね、6万5千マイルぐらいからね、発見することができるっていうふうになりますんで、1マイルの単価で言うとですね、エコノミークラスだと6円から7円ぐらいで利用できて、ビジネスクラスでも7円から8円ぐらいで、ファーストクラスだとまた6円から7円ぐらいということで、まあ、こういった形でですね、 ANA マイルのね、1マイルの単価っていうのはだいたいね、6円から8円ぐらいの間でね、この世界一周旅行だと利用することができるっていう風になりますんで、一般的にね、マイルの価値っていうのは1マイル2円とかね、言われておりますけども、この世界一周旅行っていうのはね、非常にね、 ANA マイルを使う方法としてはですね、かなりね、いいって言った形になります。まあこの元々のね、ビジネスクラスとかファーストクラスとかね、世界一周旅行で取るとですね、かなりお得に取れるっていう風になりますんで、まあ本当の正規運賃とかでね、取ったら本当に十何円とかね、なると思いますし、ファーストクラスだったら多分1マイル20円とかね、なっていくと思うんですけども、この世界一周っていうのはですね、元々のね、現金決済額がかなり抑えられて設定しておりますんで、計算上はね、こういった形になります。それでは次にですね、世界一周旅行っていうのはどうやって組んでいくのかっていう話なんですけども、こちらね、先ほども言った通り、スターアランスのね、ホームページに世界一周旅行を組めるね、サイトがありまして、こちらね、非常にわかりやすいので、これでね、やっていきたいなと思います。ちょっとね、ここにね、出しておきたいなと思うんですけども、このサイトはね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、興味のある方はね、触ってみていただければなと思います。結構ね、面白いです。ではね、ここで、やっていきたいなと思うんですけども、まずね、国を選択させていただいて、こちらが、日本ですね。で、エコノミークラス。まあ、エコノミーでいきましょう。で、出発地がね、羽田にしましょうか。で、開始日が、まあ、ここも適当でいいですね。6月1日。で、大人1人。で、これでいきましょう。で、そうするとですね、こういった形で、目的地をね、どんどん足していくっていった形になるわけなんですけども、これね、今スマートフォンのね、画面でやってますんで、ちょっとね、わかりづらいようになってるんですけども、これね、パソコン画面でやるとですね、ちょっとね、私のパソコン画面ね、この動画に入れちゃうとね、なんかジャミジャミみたいなの入って、ちょっとね、うまくお見せできないので、ちょっと画像だけね、一瞬載せておきますけども、まあ、こういった形でですね、地図上にね、どんどんルートをこうやって、線でね、繋がれてって見ることができますんで、非常にね、わかりやすいですし、やっててね、結構楽しいので、ぜひね、チェックしてみていただきたいなと思うんですけども、ちょっと今はね、スマートフォンの画面でやっていきたいと思います。ではね、大体ね、2万マイルぐらいのね、ルートで組んでいきましょう。まず、東京からバンコク入れていきましょうか。で、日程を選ぶ。まあ、これは適当でいいでしょう。あ、こういった形ですね。ちょっとね、スマートフォンの画面だとね、見づらいかと思うんですけども、まあ、この下にね、5738ってね、今出てると思うんですけども、まあ、東京からバンコクに行くと、この5738マイルね、これ距離数がね、かかってくるっていった形になります。ではね、次入れていきましょう。次どこしましょうか。シンガポールとかにしましょうか。シンガポール。で、日付。まあ、これも適当に。で、これで2区間ですね。今2区間行って7700マイルになりましたね。では次、チューリヒとかにしましょうか。スイス。で、日付を選びましょう。まあ適当で。まあ日付は全部適当ですね。で、これで16186マイルですね。次どうしましょうか。次フランクフルトとかにしましょうか。で、これで16268マイルですね。こういった感じでね、どんどんね、必要マイル数がね、増えていくんですよね。これ面白いですよね。
まあ、これで 16,268 枚ですね。次どうしましょうか。次バンクーバーとかにしましょうか。あえてアメリカ大陸を外すっていうね。まあ、こういった形ですね。これで2万と32マイルっていう感じですね。まあ、こういった形でね、利用していただければなと思います。ちょっとね、これスマートフォンにね、サイト自体が合ってないんで、まあ、これパソコンでやった方がいいですね。非常にちょっと見づらいんで、あれなんですけども、PC サイドだとね、先ほども出したようにね、こういった感じでね、利用することができますので、まあ、かなりわかりやすいかなと思うんですけども、まあ、ひとまずね、こちらのサイトで、距離のね、マイル数を見てもらって、で、必要マイル数ね、調べてもらって、まあ、これに合わせて、ANA にね、電話していただいて、発見していただくっていった形になりますんで、非常にね、わかりやすいかなと思いますんで、ぜひね、活用していただければなと思います。ということで今回ですね、ANA マイルを使った世界一周特典航空券の解説ということで動画ね、やらせていただいたわけなんですけども、まあ一つの手段としてですね、まあこのね、世界一周旅行のね、特典航空券は、まあ10日間以上ね、旅行に出ていただく、もしくは別切りにしていただいて、個別でね、自分で日本のね、帰国便とまた出発便の往復を抑えていただいて、まあ別切りにしてね、利用していただくっていった形になりますんで、まあこの10日間っていうハードルがね、結構厳しいかなと思うんですけども、まあ一つのね、手段として、まあお得にね、利用することができるのは間違いないかなと思いますので、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。世界一周旅行って聞くとね、非常に夢があってね、現実離れしている感じがするんですけども、まあ必要もあるですね、見ていただいた通りですね、そこまでね、べらぼうに多い必要マイル数ではありませんので、ポイントサイトとかね、クレジットカードの入会キャンペーンとか狙ってね、利用していただければですね、結構現実的な数字のね、必要マイル数だなっていうふうに思いますので、ぜひね、こちらも利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。